リアがさ、お直しから帰ってきたんだよね。ハイズのさ、お直しってやつをやってきた。ゴールドになりました。なんで今右手がシルバー系で左手がゴールドになっております。てかさ、指輪がさ、お直しから帰ってきたんだよね。今までさ、薬指につけてたんですよ、あのドクロのリングを。なんかこんな感じで今もう入んないの、全く。サイズのさ、お直しってやつをやってきたプラスアルファ、これいつも右につけてたさ、フラッシュポイントのジムスカルリングなんですけど、めっちゃ綺麗になっててピッカピカなのと、あとサイズをさ、僕小指にしたかったから直したんですけど、全く分かんない、直した後。ほら、これが右の小指に入ると、こんな感じで。左手にさ、ファイトアローンしてたじゃん。ファイトアローンっていう、まあ、知らない人もいるかもしれないですけど、僕あの両薬指にドクロのリング逆さまにつけて、で左手の薬指にファイトアローンって、一人で戦えっていうメッセージが刻印されてるリングをさ、つけてて、それなんですけど、見える？これ実はゴールドになりました。あ、色わかんないかな、これ。ちょっと待ってね。ゴールドのジムスカルリングになってきました。見えねえ、頼む、ピント。で、これも薬指サイズ、もう薬指じゃない、小指サイズ、もうここ全く入らない、こんな感じ。ヒント、シルバーになっちゃいましたっていう制約と制約が、マサイさんが今書いてるけど、制約と制約をちょっと更新しましたね。なんで今右手がこういうシルバー系で、左手がゴールドになっております。ちょっとまだ気に入ってないんで、ちょっと更新すると思うんですけど、ちゃんと更新されたらいつか報告したいっすね。